at least 5% of the workers. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は8月25日水曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイの農民や企業家は中国とインドで農産物販売拡大のチャンスを狙っています。タイセレクトに認定されたレストランはそれを店の宣伝に活用しています。タイでの新型コロナウイルスの累計感染者数が100万人に達しました。保健局が若者へのワクチン接種を奨励しています。タイ観光局はアジア諸国とのトラベルバブルを検討しています。それではまず初めのニュースです。タイの農民や企業家は中国とインドで農産物販売拡大のチャンスを狙っています。新型コロナウイルスの感染拡大により、タイでは29都県に厳しい封鎖措置が実施されている中、タイの加工食品に対し中国とインドの市場で高い需要があり、タイの貿易の成長のチャンスが増加していることを示しています。タイが中国とインドに対して行った ASEAN 中国 FTA、 タイインド ASEAN インド FTA の恩恵を利用することで、タイはより多くの輸出市場を拡大することができます。中国市場で需要が高まっているのは調味料、キャッサバ、ノンアルコール飲料、缶詰、加工果物などです。インド市場ではペットフード、ビタミン入りフルーツジュース、植物油、キャッサバ製品、香辛料、ハーブ、タイ料理などが人気となっています。また今日オンラインショッピングでも中国とインドの若い世代で拡大しています。このためタイの起業家は消費者のニーズと行動に合わせて製品を開発し、流通チャンネルを増やすチャンスが訪れています。次のニュースです。タイセレクトに認定されたレストランはそれを店の宣伝に活用しています。新型コロナウイルスパンデミックの中、総務省海外貿易促進局はタイ料理、世界の食べ物の政策のもと、本格タイレストランとして政府が認めたタイセレクトを取得したタイレストランが店の宣伝に活用しているとの調査結果を報告しました。ジャカルタの海外貿易促進局支局はタイのパラダイス2021のイベントでデモンストレーションを行い、タイ料理を紹介しました。また TikTok、Facebook、Instagram などでは毎月3000万回以上の視聴回数を記録し、これら SNS を通じて継続的に宣伝することにより、タイセレクトに認定されたレストラン、タイの調味料や製品を宣伝する活動を行っています。
コペンハーゲンの海外貿易促進局では、タイセレクトのレストランからタイ料理を作る映像を作成し、スカンジナビア、スタンダードのウェブサイトを含む様々なソーシャルメディアに投稿しています。また、デンマークのタイセレクトレストランの販売促進を支援するため、フォロワー数の多い有名ブロガーと協力しています。ニューデリーの海外貿易促進局は、タイセレクトに認定されたレストランを宣伝する活動を継続的に実施しています。ある伝統的なタイ料理レストランは、ハイエンドの顧客、外国人、五つ星高級ホテルのゲストに非常に高い人気があります。次のニュースです。タイでの新型コロナウイルスの累計感染者数が100万人に達しました。タイでは新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない状態が続いていますが、累計感染者数がこのほど100万人を突破しました。タイにおける新型コロナウイルスの感染確認は、武漢から来た60代の中国人女性が昨年1月12日に検査で陽性と判明したのが最初のケースとされています。今年8月20日時点でのタイにおける累計感染者数は100万9070人、累計死亡者の数は8826人となっています。一方、バンコクでの集団検査では1割以上が陽性となっています。ヨンユット保健省副事務次官によりますと、バンコクでは8月1日から10日にかけ、医師や看護婦など約400人からなる41の医療チームが新型コロナ感染率の高いエリアで抗原検査による集団検査を実施し、被験者14万1516人のうち1万5588人が陽性でしたが、より精度の高い PCR 検査を実施したところ、陽性者が1万5074人に減ったとしています。これら陽性者については、69% にあたる1万839人が無症状、4427人が中等症、323人が重い症状でした。陽性者のうち3509人には、症状緩和に効果があるとされる薬草ファータライジョーン、8939人には、抗インフルエンザウイルス薬のファビピラビル、アビガンが処方されました。次のニュースです。保健局が若者へのワクチン接種を奨励しています。保健省保健局のスワンナチャイ局長は8月17日、若者が新型コロナウイルスに感染するケースが増えていることから、持病のある12歳から18歳の青少年にワクチンを接種するのが良いとの見方を示しました。統計では8月の第1週に感染したこの年代の若者は7787人で、第2週には8733人に増加しました。小児専門の医療機関も感染リスクの高い人口密集エリアに住む12歳以上の若者にワクチンを接種するのが良いとしています。今年4月から8月14日までに新型コロナウイルスに感染した12歳から18歳の若者は合計4万1832人で、うち8人が死亡しましたが、8人全員には基礎疾患がありました。次のニュースです。タイ観光局はアジア諸国とのトラベルバブルを検討しています。タイ政府観光庁は新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、中国、香港、台湾など感染率の低いアジア地域に焦点を当てた観光マーケティング計画を発表しました。タネート副長官は、プーケットの観光再開政策、プーケットサンドボックスとサムイ島の観光再開、サムイプラスの観光スキームなどから、アジア、ヨーロッパ、アメリカの観光客の数のデータを受け取ったとしています。タネート副長官は、大体中国大使と、中国国民の海外旅行を許可する可能性について話し合う一方、タイ政府観光庁は韓国との交渉の準備を進めており、観光交流プログラムやトラベルバブルを必要とせずに、検疫だけで観光を再開すると述べています。タイの新型コロナウイルスの状況が改善した後、当局は観光再開プログラムの開始のタイミングと手順を検討しています。タイ政府観光庁はシンガポールなど
他の地域の国々にもタイから帰国する国民の14日間の検疫費用の削減を使用するよう要請しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイの農民や起業家は中国とインドで農産物の販売を拡大するチャンスを狙っています。タイセレクトに認定されたレストランはそれを店の宣伝に活用しています。タイでの新型コロナウイルス累計感染者数が100万人に到達しました。保健省が若者へのワクチン接種を奨励しています。タイ観光局はアジア諸国とのトラベルバブルを検討しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.